加藤先生。もういいね。お茶の。いや、あの、ちょっとお茶の方に行くの。箱の中に入れていいです。入れないといい。そしてですか、うん、翔ちゃん、翔ちゃん、いやいや、あ、警察が来るから中入れてって、うん、ここまあまあ、まあ、お天気に恵まれましたね、何よりマコモ、マコモでございます。雑談しちゃいけないんです。今日は特別ね、うん、何がいけない、このおしゃべりしながらやるということはいけないんですが、今日は特別ご無礼を顧みずおしゃべりして申し訳ありません、うん、先生が Arabic numbers この順に書けばいいんだな。はい、ありがとうございます。はい。その紙が流水か。はい。太田さんでいいのかな、はい、住所さんと書いておくかな、はい、住所さんの方がいいかな、はい、住所にしてください。その方がいいですか、はい、まあ、普通聞くということは音を聞くとか声を聞くとかいうのが一般的で、お経にも元に美絶心に体ですね、これに対しては色、目には色、耳には音、声ですね、これには香りですね、それから口には味ですね、心にはあの心、あの感触ですね、
この触った感じがいいとか悪いとかね。ですから般若心経の弦に微絶心に色相光明速報からいくと、聞くということは耳に限るんですが、このお香に限っては耳でこう判断する。だから面白いですね。どういう元はどういうことからそういうね風になって、とても綺麗な言葉ですね、文香という。2でよろしゅうございますか。はい、2番目。マジさん2番。はい。ここでいいね。はい。あ、先生。はい。先生。先生。ここでいいか。先生は3番。はい。先生が、1番と。はい。書いてない方ですね。はい、今、立っておられる方。はい。あ、書いてない。立っておられる方。書いてない。書いてない。はい。ノアンさん。はい。はい、で、三と書いてください。大杉さん。はい。で、私が一応一でございますが。ああ、そう。幸せでね。はい、お答え。これ、どれが正しいかはね、これ順にこうやってますからね。これをこのままの状態で逆さまにしますと順番が出ますので。で、ここに折り込んで答えが隠してございますので。答えが。1番があやめ香でございました。はい、1番あやめ。じゃあ1でいいんですね。はい。じゃあ、これは、ここに先生、あ、お答えを。将軍と言われました、はい、織田信長、はい、次の豊臣秀吉、はい、次の徳川家康、うん、この歌にですね、こういうのがあるんですね。泣かぬなら殺してしまえホトトギス。これは非常に短気な織田信長の歌なんです。うん、次に織田信長のまとめたものをいただいた秀吉の歌はですね、中。Pardon me? Say that again so I have it on tape. This armor is armor which was worn by the original, the person, the general who founded東京。そういう江戸城を築いたほどの偉い人なんですけれども、その時代にですね、身内親戚の者に茶筅を調べて言うんですがね、同時に私の心を調べてから、
照らしていいです。おとりになるのに。Stand up again. おとりになるのに、都合のいいように立ってどうぞ。Any way you want to do it. だって天井もこの上にあるの。あんただけじゃない。He doesn't think you're going to hit your head on the ceiling. お菓子、お菓子、はい。